今日紹介するゴジラはこちらです。ゴジラ宣言というですね、昔に発売された食玩ですね。バンダイから発売されていて、これは1995年に発売されていたものですね。なんとこの当時、100円だったと思います、これが。すごいですよね。塩ビの人形が2体とカードが1枚入っていて、ラインナップがこんな感じで書いてますね。はい。そして、内容はこういう感じですね。消しゴムのような人形が2体と、あとはこういうカードが付いているので、全部ですね、あるかチェックしてみたいと思います。ゴジラがですね大好きなので、なんとこれはですねドーンと、箱で持っておりました。はい、こういう箱も好きなんですよね。ちょっと取っちゃってますけど、はい、じゃあ中を、1体ずつ開けたいと思いますが、よいしょもうラムネは入っていませんが、よいしょ。出すと、こういう、うわ、懐かしい、やばい。いや、すごいいいシーンですね。こういうカードと、あと裏にですね、こう説明書きと、南海の大決戦ですね。やっぱりゴジラは強い人なんて書いてますけど、はい。これと、よいしょ。というですね、ゴジラとヘビラが入ってました。せっかくなんでこの順番通り、よいしょ、紹介していければなと思うんですけど、まずゴジラ対、メカゴジラですね、どうでしょう、よいしょ、入ってるかな。あ、入ってましたね。はい。ゴジラは、似てる。こんな感じですね。ちょっと、見切りで切ってないんですけど、塩ビの色がとても綺麗ですね。メカゴジラは、こういう感じですね。ゴムの感じがいいですね。はい。これと、このカードが、違うカードがついてるんですね。バラバラで。全部揃うかな、これ。地球防衛軍って書いてますね。はい。こんな感じで1体目は入ってました。次が、メカキングギドラですね。あ、エビラか。またエビラ。かぶっちゃってますね。出すと、あ、色が違いますね。うん。おー、ゴジラ。お、なんか似てるなー、でも。あ、違いますね。口が閉じてるのと開いてる感じで、全く、ゴジラが異なってます。よかった。そして、近くで見ると、こんな感じですね。あとメカキングギドラはパーツがすごい多くて、ここで分割してるのかな、はい、あ、羽とこれが一体化してるんですね、はい、こんな感じでついてました。ゴジラと、初代ラドンですね。どんな感じなんでしょうか。カードは、あ、違うカード入ってました。いいですね、こういうカードっていうのも。はい。お、似てる。ラドン、かっこいいですね。あとは、よいしょ。わー、初代ゴジラ、頑張って作ってますね。ちょっと、背びれのところは大きいかもしれないですけど、こういうラインナップで入って
ておりました、うん、いいですね。次は逆襲ゴジラとアンギラスかな、うん、これは楽しみかな、はい、あ、地球防衛軍またこれ多いな、カード全部揃わなかったな。わ、アンギラスとゴジラですね。あ、逆襲のゴジラっぽくはないかな、うん、体が全体的に大きいですね。アンギラスは、うん、なんかちょっと、うん、かっこよくなってますね、アンギラス、うん、渋いですね。造形はすごいいいですね、この当時、うん、こう戦わせるシーンなんかが蘇ってきますね。二足歩行のアンギラスって、うん、結構珍しいかもしれないですね、はい、こんな感じでした。はい、次はですね、ゴジラ64とモスラ幼虫ですね、うん、昔のモスラですね、これは、うん、はい、お、すごい、スペースゴジラ、あ、なんか家族みたいに団らんしてますけど全然敵同士ですよね。はい、こういうカードが、これは7番目のカードかな。はい、そしておもちゃは、あー、雰囲気出てますね、モスラのゴジラ、うん、いい感じですね、この、うん、なんとも言えないフォルムと、あとは幼虫、あ、はい、幼虫が入っていました、うん、特徴的ですよね、このまっすぐなのとこうちょっとくねっているセットがよく見受けられる、うん、セットになってますね。はい、かませたりですね、こうできるシーンも、再現できるかもしれないですね。はい、モスラとゴジラはこんな感じでした。はい、そして一番最初にもサンプルで開けたんですけど、この大戦争ゴジラ&イビラ、なんでこれ大戦争ゴジラなんだろう、うん、南海の大決闘ですよね、うん、それがよいしょ、うん、ちょっともう造形が頑張ってはいますけど、まあ、100円なんでね、実質1個50円ですよね。はい、これとあとはエビラが1体入ってるので、はい、こんな感じですね、うん、今でもかっこいいですねこれは、うん、はい、こう一本背負いするシーンも、うん、こうやってできちゃいますね。はい、これがゴジラとエビラでした。はい、残りは4体で、リトルゴジラとスペースゴジラですね、うん、この1995年だからどこまで映画してたんだろう。あ、出てきました、ゴジラ対メカゴジラのカード、うん、全部ランダムですね、このカードが、うん、一緒になってくれてたら親切なんですけどね。はい、あ、かわいい、ちっちゃいですね、リトルゴジラと、うん、スペースゴジラは、うん、ちょっと凶暴な感じでいいですね、うん、特徴がすごい出てます、うん、尻尾が、うん、すごい太くて、うん、ここもですね、いいですね、結晶がこう横についてて、大きさはもう全然違いますね、こう、なんか SD って感じがして、これはこれでいいですね、はい、スペースゴジラとリトルゴジラはこんな感じでした。はい、このラインナップ異常だと思うんですけど、旧モゲラと新作モゲラのセットなんて渋いラインナップ、あ、これ、あ、すごい、ゴジラいいですね、このカード、この新作と旧作の組み合わせってめちゃくちゃ渋いですね。はい、これが、はい、旧モゲラですね。はい、いいですよね、この、うん、ドテッとした感じと、うん、このドリルが特徴的で、これが新しい
モゲラですね。分離するんですよね。うん、それぞれ、うん、やっぱかっこよさがあるんですけど、うん、このね、Q の方が、うん、ちょっと思い入れはあるかもしれないですね。はい、こんな感じのモゲラ同士でした。はい、次がですね、モスラ対、ゴジラ対モスラの時の、モスラの成虫とバトラですね。うん、バトラ出てきた時、感動した。これはキングギドラですね。はい。うん、カードと、あとは、さあ、ああ、かっこいいですね。うん、羽、でかいですね、うん。はい。モスラも、多分同じような、感じで、はい。こんな幼虫から成虫になるなんてね、はい。まあ人から見ると気持ち悪いって言われそうですが、うん、バトラーはすごいかっこよかったんですよね、うん。幼虫も入ってたらよかったんですけど、これは成虫だけでしたね、はい。2体はこんな感じでした。最後は、バラン対マグマですね。うん、もう、ゴジラ好きじゃない人は、まあ見てないと思うんですけど、さらにこの、バラン対マグマって、あ、またこれか、カード、うん。すごいラインナップが入ってます。わぁ。これがマグマっていう怪獣ですね、うん。オットセイとかアザラシのようなこういう怪獣と、バランは、うん、こういう風に、まあ、ムササビのような形でこうヒレついてて飛ぶんですよね。この2体が最後にラインナップされておりました。はい、今回はですね、ただただ開封してるだけっていう動画にはなっちゃいましたけど、まあカードが全部揃わなかったのが、うん、ちょっと残念で、まだ予備でも何個か持ってるので、まあちょっと中見てみようかなと思うんですけれども、100円でこのソフビが、あ、ソフビじゃないか。エンビの人形が2つ入って、カードも入って、とんでもない時代でしたよね。うん、そしてこのゴジラ宣言っていう名前がなんでこの名前にしたのかもちょっと気になるところでは、うん、ありますが、こういうですね、類似品というか似てるのが、例えばこういうのもあるんですよね。ゴジラの大決戦とかですね。これだとこう後ろがジオラマになってて、これも、うん、いろんなシリーズが入っていて、同じようなパッケージでですね、こういう感じ、うん。このサイズのおもちゃってよかったですよね。うん、あ、こんな感じになってるんですね。これもですね、ちょっと見て発見したらレビューしようかなと思うんですけど、今日はですね、ゴジラ宣言という食玩を紹介しました。それではまた。せばねー。